BOB 本戦のフィールド、砂に覆われた孤島か。確かプレイヤー同士は離れているから開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか。まずはシノンを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、見渡す限り誰もいなさそうだ。本戦中は通信ツールが一切使えないから不便だな。まずはフィールドの中央へ移動しよう。キリト、遅いわね。どこかで戦闘に巻き込まれているのか。まさかデスガンに遭遇したのか。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って。一対一。いえ、一方的に追い詰められているみたい。相手は、見たことのないプレイヤーね。でもすごい動き。あれはかなり強いわね。この調子なら、すぐに勝負はついちゃうかな。ボロボロのマントに。武器はスナイパーライフルかしら。ボロボロのマントって、まさか。この距離じゃアバター名は表示されないわね。せっかくのチャンスだし、近づいてみるか。だけどその間にあのプレイヤーが倒されてしまったら、リアルの方も迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を確認するまではデスガンを倒すことができないわ。だから狙われている方を倒してみたのだけど、おそらくデスガンの標的からは外せたはず。いけない、考えている時間はないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。まさか。そんな、信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど。ほら、あの剣さばきはキリトだよ。間違いないって。名前もキリコだしな。でもよ、なんで女の子になっちまったんだよ。うわ、もともと可愛い顔をしてたのはまさか。待て、落ち着け。おそらく男性のレアアバターだろう。知ってる人にはバレバレよね。さすがにちょっとびっくりしたけど。安心してください、ママ。パパの戦闘力は外見が変わっても同じです。驚き、違和感、笑い、いろんな感情があって、何と言っていいかわからない。笑っていいと思うよ。ねえ、あのキリコ、スクリーンショット撮れないの？オッケー、記念にいっぱい撮っておこう。あ、とか言ってるうちにもうキリトさん勝っちゃいましたよ。あれ、画面が切り替わっちゃった。おそらくフィールドのあちこちに中継カメラがあって、戦闘しているところだけを流しているんだと思います。なるほど。次の戦闘は誰だろう。知らないな。見て、誰かが遠くから漁夫の利を狙ってるわ。へえ、女の子プレイヤーも参加してるんだ。リズさん、あの子どこかで見たような。おいおい、あの銃は。待って待って、聞いてないわよ。シノンが参戦しているなんて。なんでだろう。僕も BOB 参加したかったのに。それは危ないからって絶対禁止って言われてたのに。シノンさん、
この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさんとデスガンってなんか関係あるの？私はてっきり銃の事件の話だったからと思っていたんだけど。もうシノンったら、キリト君より無茶してどうするのよ。私ソート君に行ってくる。待てなあ、今の映像を巻き戻しできないか？録画してあるから、そっちのデータなら。ちょっと見せてくれ。ここだ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私キクオカさんにこのことを知らせてくる。みんなはここで待ってて。フィールドの中央というとこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。試しに上がってみるか。シノン、シノン、しっかりしろ。キリトだな。ああ、そうだ。お前の名はスティーブ。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを下す者。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だがお前は決して俺の名前を思い出すことはできない。どういう意味だ？そこの女、お前の仲間だったな。後でゆっくりとどめを刺してやろう。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さと愚かさをかみしめながらな。さあ、剣を抜け。襲成功。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が始まったようだな。このような場は裁きを下すにふさわしくない。せいぜい怯え逃げ惑うがいい。待て、どういう意味だ？シノンがお前の標的だというのか？デスガン、どこに行った？おっと、生き残り発見。悪いけど、あんたの相手をしている暇はない。ですが、煙に紛れて下へ飛び降りたのか。いや、下の方でも戦闘が起きているし、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノン、大丈夫か？ひどくは収めている。とにかく離脱するか。ごめん、キリト。シノ、俺に捕まれ。とりあえずこの場から離れよう。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にしたんだろう。どこか隠れられる場所を探さないと。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。ここにはいない。さっきも突然現れたの。ん？デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でも突然あの場所に現れたの。さっきも
突然消えたようにいなくなったの。もしかすると自分を透明化するようなガジェットやスキルを持っているのかもしれない。ガジェットの力、そうね、それなら納得できるわ。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。デスガンにあの銃口を向けられた途端、身がすくんだわ。反撃なんて考えることすらできなかった。私の命がまだあるのはキリトのおかげよ。だけど私はやっぱり弱いのね。あの銃をまた見たらきっと。シノンは弱くないよ。さっきだって見ず知らずのプレイヤーを助けたじゃないか。今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。だからここで休んでいてほしい。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強いのね。そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。少しだけ寄りかからせて。あなたの強さを。シノン。11歳の時、私は人を殺した。それからずっとあの銃に怯えていた。CGO に来て銃が全く平気だと分かった時、嬉しかったわ。現実世界の私もいつかトラウマを克服できるようになると思った。キリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから。だからでも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないんだもの。だけどこのまま怯えているのは死ぬより嫌。キリト、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを。不可能よ。デスガンは GGO にログインしているんだもの。それに私のいる場所なんてデスガンが知るはずもないわ。いや、そもそもデスガンは一人なのか。え？デスガンに協力者がいるのかもしれない。いや、いるんだ。二人目のデスガンが。どういうこと？一人目、つまりあのボロマントのアバターが GGO 内で標的を撃つ。同時に現実世界で二人目が無抵抗のプレイヤーを殺すんだ。無理よ。プレイヤーのリアルの居場所なんて誰も知らないわ。そこなんだよな。プレイヤーの住所なんてザスカーですら知らないだろう。だから機構課もデスガンのアバター名を確認した後、ログを追跡して現実世界の奴を探さなければいけないらしいし。だけどデスガンが SAO サバイバーだと分かったんだ。その頃の名前が分かればリアルの情報もすぐに分かる。 SAO サバイバーは住所や本名を全て政府が確認しているから、あいつの名前さえ思い出せればいいんだけど。キリト、ちょっと思いついたのだけど、ザスカーならプレイヤーの住所を知っているかもしれない。どういうことだ？景品の送り先よ。 BOB もそうだけど、景品はレアアイテムだけじゃないわ。 GGO に出てくる銃のモデルガンもあるの。それを受け取るには住所を登録しなきゃいけないから。そういえば
BOB 参加登録に住所の入力スペースがあったの。シノンはまさか登録しているのか。サスカーのデータをどうやって盗んだのかわからないけど、スガンは私の家の場所を知っているということ。シノン大丈夫よ、怖いけど。分かった、それなら作戦を立てよう。今までを振り返ると、デスガンはゲーム内でまず標的を殺している。いや、正確にはあの拳銃で撃っている。攻撃力の低い拳銃でだ。メインウェポンは別にあるのにおかしいと思わないか。何か意味があるのだと思う。だからその制限を利用しよう。シノンはデスガンには近づかないでくれ。おそらくデスガンは俺たちの後を追跡しているはずだ。だからまず俺がここを出て奴を引きつける。シノンは俺の後を追い、デスガンとの戦いが始まったら狙撃で援護してくれ。あなただけ危険にさらすことはしたくない。でも互いの能力を考えればその作戦がベストなのは理解できる。行きましょう。